です。あなた口には出せないけど、こんな時別れ際何を言えばいいの。辛いわ私、唇震えるばかり。コーヒーカップ細い指、なぜか重すぎて。道を行く人はガラス越しに、二人を見てるわ羨むように。けれどもあなたは跳ね返すように、袖口の時計を見た。誰なのあなた、これから会いに行く人は。馬鹿ね私、そんなこと聞きたくなかったのに。さよなら言えば、あなたは席を立つから。不意に言ってしまったの。笑うふりをして、次第に暮れゆくこの街にも、優しく灯るは睡眠と。けれどもあなたはそのぬくもりを、私にはもうくれない。道を行く人はガラス越しに、二人を見てるわ羨むように。けれどもあなたは跳ね返すように、袖口の